はい、どうも皆さん、こんばんは、かずきんじゃです。先日の、失明したっていう動画見てくださって心配してくださった方々、ありがとうございます。で、ごめんなさい、あれはネタです。その失明してないです、この通りです。で、新規 その視聴者さんとかだったらわからないと思うんですよ。その僕とタムチンが毎年あれを恒例でやってるっていうのが多分分かってなくて、で、心配してくれたっていうのはわかると思うんですけど、通報したやつがいるわけなんですよ。結論を言いますと、僕の家に今日10人から20人刑事さんが来まして、もう真っ昼間からね、警察署に行ったわけなんですよ。調書を書くわけなんですけども、その警察に事情を話すわけですよ。ただその刑事さんからまた一言言われたのが、勘違いしないでくださいねって、これ事情聴取じゃないんでってこと言われて、どういうことやっていう話を聞いてると、その参考人として話を聞いてるだけでして、その通報したやつがネタと分かって通報してるんじゃないかっていうのを今疑ってるっていうのを刑事さんが言ってまして、で、詳しく話を聞いていってると、どうもその刑事さんから見ても、タムチンのチャンネルで上がった麦茶を拉致監禁してみたはもうネタなんですよ。ただ一応通報が入ったんで、なんかもしあったらもう警察が責任を問われる立場になってしまうんで、とりあえず安否確認に来たっていうわけみたいで、で、それで通報したやつがもしネタと分かって通報してるんだったら、これ警察が結構な人数が動いてかなりの大ごとになってるわけで、これはもう警察の業務妨害してるからって言って、業務妨害と軽犯罪法違反かななんか言ってたんですけどもに引っかかるみたいで、その通報した人がネタか分かってたかっていうのは、もう電話した人のログっていうのが警察署に残ってるわけで、そのログから辿って個人情報が特定して、その誰が通報したかっていうのを特定して、でそこからその人の YouTube のアカウント、サーバー側に Google のログが残ってるわけなんですよ。いくらその人がアカウント削除したしようが、コメントを削除しようが、アカウントのログは YouTube のサーバーに残ってるわけで、それの差し押さえ令状っていうのを取って、それをログを差し押さえてログを見ていって、もし実際あったコメントがネタにしてもやりすぎかっこ笑い、通報しましたかっこ笑いっていうのが何個かあったんで、面白半分で通報してるんだったら、これはもう警察を困らしたろうと思ってやったんじゃないのに、その業務妨害ってなるんですか？それは立つかどうかは分からん。それはそこまではな、警察が全部すべて法律を解釈するわけちゃうから、そこはやっぱり事件取り扱う前の検察庁かな、その辺の検事さんがどう判断するか、そういうことですね。ただ今日はこれは取り調べちゃうよな、で、言うたように調書は参考人調書、でこれで大まかな内容を 2,3、枚調書取らしてって言うたんやけど、でできたらこの処理作るときにこれは止めてほしい。ああ、やめますな。それで妨害に実際なったことってあるんですか、判例とかで？なったことはそれはあるよ、当然。故意に嘘の通報とか入ってな、嘘の通報したやつがでしょ、だからそれはしたやつが妨害になるんでしょ、もし面白半分で電話したんじゃなくて心配して電話したんだったら、全然法には引っかからないみたいなんで、安心してください。で、僕もね、やっぱ少なからずちょっと新規の人とかにはもしかしたらネタに見えなかったのかもしれません。僕のツイッターとか見てたらわかると思うんですけどね、タムチンの目隠しされた時にも血出てないのに、僕のチャンネルでは目血だらけで撮ったじゃないですか。あんなんとかでも気づくやろうと思ったんですよ。包帯の巻き方下手くそとかね、ああいうところで気づいてくれるやろうなと思ったんですけど、わざわざネタって言わないと気づかない人もいますし、で面白半分で通報するやつもいるんで、だったら面白半分で通報したやつがいるんだったとしたら、もう名刺馬ですよね。僕に牙を剥いて、その牙で自分が噛み砕かれるってことですか。今さら、もし面白半分で通報したんだとしたら、もう逃げれませんよ、あなた。ね。相手間違えましたよ、あなた。いやー、祝うべきことですよ、これは。祝うべきこと。ってことで、シャンパン買ってきました。ね、このシャンパンを、アンチ千葉オツメシウマパーティーとしてただいま開けさせてもらおうと思います。おもろよ。ということでシャンパン開けていきたいと思います。アンチの皆さん、僕にね、そういうことをするとこういうことになります。業務妨害と軽犯罪法で捕まってください。はーい、はーい。
ただきます。アンチが面白半分で通報して、逆に今自分の身が危ないってことを知って、すごいドキドキがムネムネになってる。この酒はうまいで、っていうことで何度も言いますが、アンチの皆さん、コメント一言間違えただけでも僕通報しに行くかもしれないぐらいのノリで、今めっちゃ動画のネタそこら辺に落ちてるなと思ってるんで、くれぐれも気をつけた方がいいです。いけるな、こいつで飯食えるなって思った瞬間ガツガツかませていただくんで、まあ、アンチの方もそうですし、まあ、YouTuber の方もそうですしね、今炎上してる例の方ですよ。もうね、ほんまよろしくな。人生楽しもうぜ。遅い言う。